サルタナは種なしブドウの品種の一つである。サルタニーナやトンプソンシードレス、レティで代わり、キシュミシュなどの別名で呼ばれることがあり、オスマン帝国のアジア地域から生まれたものであると考えられている。いくつかの国、特にイギリス連邦諸国では、サルタナという名称はサルタナ品種、もしくはより粒の大きな種なしブドウから作られたレーズンに付けられる名前でもある。 このような、サルタナレーズンは単に、サルタナ、もしくは、サルタニスと呼ばれることが多い。サルタナもしくはサルタニスは通常ザキントスカラントよりも、粒が大きく、アメリカ合衆国で作られる、トンプソンシードレス種は、多くの種あり品種よりも粒が小さい。アメリカ合衆国では、レーズンという名前は、乾燥葡萄一般を意味する単語であり、オーストラリアやイギリスで、 サルタナブランとして知られるシリアルはアメリカ合衆国ではレーズンブランと呼ばれる。サルタナを使用したレーズンは小さく甘く黄金色をしている。旧オスマン帝国の地域で作られる種なしぶどう品種、サルタナもまたより大きなサルタナレーズンを作るために使用される。サルタナレーズンは伝統的にオスマン帝国から英語圏へと輸入されていた。 トルコとオーストラリアが主要生産国となっている。サルタナのアメリカ合衆国での名称であるトンプソンシードレスはカリフォルニア州出身のブドウ栽培学者でありカリフォルニア州にこの品種を持ち込んだとされるウィリアム・トンプソンに由来している。アメリカ合衆国連邦規則州によればこの2つの名称は同じものを表している。カリフォルニア州のレーズン生産のほぼすべて そしてカリフォルニア州の総武う作付け面積の約3分の1がこの品種に使用されており、単一品種としては最も広く栽培されている品種となっている。拡大した黄金色のサルタナレーズンが高級食に出される暗菓子色のサルタナレーズンアメリカ合衆国では暗菓子色のものも含めほとんどのレーズンがサルタナ品種を使用して作られており、 トンプソンシードレスというニックネームがついている。サルタナという名前は黄金色をした乾燥ドウを指す名称であり、黄金色のレーズンと呼ばれることもある。黄金色のレーズンを生産するために、あらゆる品種のブドウが使用されており、どの品種から生産した、いかなる黄金色のレーズンであっても、サルタナとして販売されている。さらに、その黄金色は、伝統的な乾燥。 保存方法ではなくに酸化用による処理を行って引き出されることがある。大多数の非オーガニック栽培されたサルタナは成長ホルモンであるジベレリンを使用している。他のブドウにおいてはジベレリンは種から放出される。国、地域により種なし乾燥ブドウは使用する乾燥方法からサル、タナやトンプソンレーズンとして分類される。乾燥過程を早めるためサルタナは 溶剤や炭酸カリウム、植物油に漬け込まれる。トンプソンレーズンは、このような溶剤を使用せず自然乾燥を行っており、サルタナよりも乾燥に時間を要する。このため、トンプソンレーズンはサルタナよりも、暗褐色が強い。サルタナを使用したレーズンはそのまま、スナックフードとして食されるほか、フルーツケーキやクリスマスプディング、菓子パンのような、様々な料理に材料として用いられる。 また、水やフルーツジュース、アルコール飲料に漬け込んで材料として用いることもある。サルタナは白ワイン作りにも用いられ、甘みをつけ口当たりを良くするために用いられている。サルタナは食用ブドウを乾燥させたレーズン、そしてワイン作りにも用いられることから三通りに使用するブドウとして知られている。アメリカ合衆国では、サルタナは一般にシャブリと呼ばれる。 ワインのベースとなるドウ品種として使用されている。このアメリカ合衆国のワインの名前はフランスのコミューンの名前、シャブリから名付けられているが、このワインは真のシャブリワインではない。ヨーロッパではシャブリワインはヨンヌ県で生産されたシャルドネ品種を使用したワインにのみ名付けられている。これら以外に以下のような使用法がある。サルタナはその使用法の多様性から カリフォルニア州で最も栽培量の多いブドウ品種となっている。2003年、オーストラリアのある業者が安価なサルタナ品種の果汁に高価なシャルドネ品種の果汁を少し混ぜたものをシャルドネの果汁として不正に出荷していたことが発覚。オーストラリアの政府機関であるワインオーストラリアは問題の果汁を流通停止とし、業者の責任者は起訴され、2010年に 有罪判決を受けた。これはオーストラリアのワイン作りの歴史で最大の詐欺事件とされる。ありがとうございます。